リンカーンセント表。1909年より、リンカーンの胸像が描かれている。リンカーンセントは、現在アメリカ合衆国内で使用されている一セント、硬貨である。この硬貨は1909年に採用となったもので、それまで流通していた、インディアンヘッドセントにとって変わった。硬貨の表面には、アメリカ合衆国、第16代大統領を務めた。 エイブラハム・リンカーンの胸像がデザインされており、これは彼の生誕100周年を記念したもので1909年から現在まで使用され続けている。裏面に描かれているのはワシントン DC にあるリンカーン記念館で彼の生誕150周年を記念し1959年にデザインを変更されて以来現在まで使用されているものである。 他の通貨単位と比べても一ント効果の鋳造量は多く、それがこのリンカーンセントをより親しみのあるものにしている。また、その流通の歴史上二つの大きな世界的対立を乗り越えてきており、戦争における金属の需要が高まったために材質の変更を余儀なくされたこともあった。表面のデザインは、 アメリカ合衆国における効果のデザインの中で最も長く使用され続けている。1944年発行のリンカーンセント。左が裏面、右が表面。裏面は円付近に小麦が描かれている。リンカーンセント以前のアメリカ合衆国の効果のほとんどはメガミリバティのデザインが象徴として用いられていたことから1909年に登場した。 このリンカーンセントは、特定の人物の肖像を取り入れた点で、求心的なものだった。1909年以前に鋳造されていたイセント、効果、インディアンヘッドセントに描かれていた肖像も、ネイティブアメリカンとして描かれた、自由の女神である。また、これより数十年後に登場した、坂川ア・ダラー効貨も、坂川アの正確な肖像画がなかったことから自由の、女神を、 モチーフの一つとした肖像が描かれている。リンカーンセントが登場する以前は、アメリカ合衆国の効果に、人物の肖像をデザインすることに対して強い抵抗感があったようだが、リンカーンの生誕100周年記念により、国民の感情がこうした長期にわたる偏見を払拭する結果となった。正式な効果が不足した南北戦争中、リンカーンの肖像を描いた。 非公式な数種の代用効果が、一線と効果の、一つとして、リンカーン政権下で流通した。こうした初期の代用効果が、後のリンカーンセントのデザインやサイズ、構図などに影響を及ぼしたことは確かである。新しい効果の鋳造に招かれた、唯一の人物は、ビクター・デイビッド・ブレナーという人物である。第26代大統領のセオドア・ルーズベルトが、 彼の彫刻家としての才能に印象を受けたため、ブレナーだけが大統領により襟抜きで委員会へ招かれた。効果の表面にリンカーンの肖像画が採用されたのは、ブレナーがそれより数年前に制作し、その後ルーズベルトにも知られることとなった記念学が元である。このリンカーンセントには、それまでアメリカ合衆国の効果にはほぼ必ず刻印されることになっていた。 リバティの文字と鋳造された日付に加え、モットーである、インゴ・ドウィ・トラストの文字が初めて刻まれた。興味深くも合衆国議会は、このモットーを合衆国の効果に使用することについて、許可した1865年3月3日の法案を、リンカーンの大統領在職中に通過させている。この新しいデザインには、法律が不必要だったにもかかわらず、 デザインの変更には、アメリカ合衆国財務長官の承認が必要だった。当時財務長官を務めていたフランクリン・マクベーグが1909年7月14日に承認を下し、それより3週間足らず後の8月2日に新たに駐造された、リンカーンコインは、封切りとなったのである。1918年、ブレナーの名前やイニシャルを理面に刻印することを、 巡って行われた議論が収束した後、彼のイニシャル文字が表側に刻まれることでいろんなく決定された。かなりの小ささではあるが、リンカーンの右肩下方、円の近辺に、ブレナーのイニシャルである、VDB の文字が確認できる。効果理面の意装に向け、3つのモデルスケッチが候補として上がり、結果として2つの小麦の先が描かれたかなりシンプルな。 デザインが承認された。これら二つの小麦の間に位置する高リ面の中心部には通過単位であるワンセントの文字とその下にユナイテッド・ステーツ・オブ・アメリカの文字が刻まれることとなった。その一方で高価の上部縁側付近にはアメリカ合衆国のモットーであるイープル・リブス・ユニムの文字が描かれている。これは多数から一つへなどの意味を表すラテン語である。 原案では、United States of America の文字の下の円に、ブレナーの正式名が彫られるはずであった。しかし、効果が発行される直前になって、アメリカ合衆国造兵局の職員によりあまりにも、目立ちすぎると考えられたため、彼のイニシャルである VDB の文字に置き換えられた。効果が発行された後になっても、 多くの人々がイニシャルでさえ目立ちすぎでデザインの美しさを損ねるものであるとの主張が相次いだ。また VD の文字が当時タブーとされていたベニアリアルディジーズの頭文字を彷彿とさせるなどという主張もあった。効果の需要が大きくデザインなどの変更が行われるとなると中蔵を中止する必要に迫られることから頭文字の刻印を 効果から取り去る決定が下された。こうして1909年には、アメリカ合衆国で6つの異なった一セント効果が流通することとなった。効果は全部で1909年と1909年 S 番のインディアンヘッドセント、1909年と1909年 S 番の VDB が印字されたリンカーンセント、 そして1909年と1909年 S 版の VDB が印字されていないリンカーンセントである。この S はサンフランシスコの造幣局で鋳造されたことを表している。これらいずれの種類の効果においてもフィラデルフィア造幣局での貨幣鋳造量がサンフランシスコでの発行量をはるかに上回っている。この年は 1909年 S 版の VDB が印字されたリンカーンセントが VDB 印字効果全体のわずか1.7%に当たる48万4000枚しか鋳造されていないためコイン収集家の間ではかなり価値のあるものとなっている1959から2008年発行の裏側のリンカーン記念館気に入小さいがリンカーン像が描かれているのが確認できる 1959年2月12日、リンカーン生誕150周年記念の一環として、改訂されたリメンのデザインが披露された。この際、格式バッター衣装のコンテストなどは行われていない。当時フィラデルフィア造幣局で、貨幣彫刻補佐役を務めていたフランク・ガスパロは、造幣局職員が提案した23のモデルのうち、新しいデザインとなるものを選んでいた。 小麦を描いたデザインが当初定められていた25年よりも多く使用されていたため、このデザインの変更に関しても再びアメリカ合衆国財務長官の承認が必要とされた。この新しいデザインでは壮大な大理石のリンカーン記念館が中央に描かれ、上部の円周辺にイープルリブスユニムとユナイテッドステーツオブアメリカが下部にワンセントの文字が描かれた。 学者のスティーブ・クルックスは、自身の論文、セオリープラクティス・オブ・ヌミズマティック・デザインにおいて、硬貨理面のリンカーン記念館は、非常に細密に至るまで描かれており、その内部には、リンカーンの像も現れているため、リンカーンは、アメリカの硬貨市場において、表面と理面の両面に描かれた、最初の大統領であると記している。この後、1999年、 ニュージャージー州の25セント硬貨理面にデラウェア川を渡るジョージ・ワシントンが描かれたため、ワシントンが硬貨両面にデザインをされた2番目の大統領となった。その後成立した2005年大統領1ドルコイン法によって1セント硬貨の理面のデザインを2009年に再び変更することとなった。これにより4つの異なった硬貨が発行された。 リンカーンの生誕200周年を記念して、彼の生涯における4つの異なった情景がそれぞれに描かれている。2010年より現在まで、リンカーンユニオンシールドのデザインとなっている。1864年より鋳造されていたインディアンヘッドセントに基づき、初期のリンカーンセントも同じく95%の銅と5%の鈴や亜鉛の合金で鋳造されていたが、 第二次世界大戦により、銅の需要が増えたことが原因で、1943年に、硬貨に使用される素材やその割合が変更となった。戦時中の一銭と硬貨の鋳造は、1942年12月18日の議会法に基づき行われていたが、この法案も1946年12月31日で、権限は執行するよう定められていた。 この期間、質の低い炭素鋼が、硬架のベースを形作り、錆びつきを防ぐため電気分解を用いて、硬架の両面に 0.127mm の厚さで、亜鉛をコーティングした。硬架の大きさは保たれたが、硬架の重量は平均して 3.1g から 2.7g へと減量した。これはより軽い合金を使用していたためである。 こうして1943年2月27日に高貨の鋳造が開始され、同年12月31日までに3大高貨、鋳造所によって10億9383万8670枚に、上る一0 0 0と硬貨を発行した。こうして高貨に使用するはずだった銅の量は、巡洋艦2隻、駆逐艦2隻、B-17 万1243機、 野戦砲と榴弾砲が、それぞれ120機、そして大きな野戦砲用の砲弾125万発分に、当たる、ともされている。グレー色をした1943年の、リンカアンセントには、不平の申し立ても数多くあり、特に10セント効果と見間違うことが指摘されたため、合金構成の変更を余儀なくされた。1944年1月1日、造兵局は、 合金の変更案を採択した。薬鏡に費やされていた銅を溶かして使用するというもので、構成物は原型と同じであるが、わずかながら鈴が含まれた。この際、効果は元の重量である3 1ムに戻された。その後1945年を境にこの薬鏡はもはや使用されなくなり、合金の構成は元々使用されていた構造へと戻された。 しかし、1962年にも効果に使用される金属の構成が再び変更された。造兵局職員は鈴を使用しなくても効果に不都合な影響を及ぼすことはないと判断し、むしろ銅を95%、亜鉛を5%に合金の割合を安定させることで、鋳造において利益が生まれると考えた。この変更における議会の権限は、 1962年9月5日に承認された議会法案に盛り込まれたアルミニウム製のリンカーンセント1974年と刻まれているが実際は前年に鋳造された1970年代初頭1セント硬化中に含まれる銅の値段がほぼ1セントになる地点まで上昇したこのため造幣局は アルミニウムや銅で覆った鉄など、代用の金属を使用できるか検証した。その後代用となる金属にアルミニウムが選ばれ、150万枚に及ぶ、このアルミニウム製のリンカーンセントが1973年に、鋳造された。この際、鋳造年は1974年とし、一般へ流通させる準備を整えられた。また、数枚が、 合衆国議会の議員へ配布された。しかし、後にこのアルミニウムは数ある理由から却下された。理由の一つとして X 線に当てた場合でも映らないなどの弊害が挙げられた。未だに十数枚のアルミニウム製リンカーンセントがコイン収集可能手に渡っていると考えられているが、現在この効果は違法とされ、アメリカ合衆国シークレットサービスによる 報酬の対象となるまた、スミソニアン博物館にはこのアルミニウム製効貨が一枚寄贈されている。もう一枚が合衆国議会の警察官の家族の手に渡っており、2005年に本物であることが確認された。この効貨は当分スペシメントして知られている。1982年10月22日にも、 デンバー造兵局で効果の鋳造法が変更され、合金の構成が銅で覆われた亜鉛へと、再び変更されている。現在も発行されているこれら銅メッキの、リンカーンセントは 97.、97.6%の亜鉛と2.4%の銅を含んでおり、ジャーデンジンクプロダクツ社によって鋳造されている。この硬貨は主に1982年以前に発行された。 同性の1セント硬貨とサイズや外見が同一であるが重さが2 5ムとやや軽くなっている。しかし重量が軽くなった分政府は毎年の金属にかかるコストがおよそ2500万ドルの節約になると見積もられている。また硬果を落とした時の音も異なり1982年以前の硬果はその金属の成分構成のために 表面の硬い場所へ落とすと特有の音が鳴り響くが、1982年以降に発光された効果は鈍く重い音がする。その他、表面の銅メッキが守らされ、すりむかれた場合、中の亜鉛部分を容易に観察できる。特筆すべき点として、1982年以降のリンカーンセントは、それ以前に発光された効果よりも腐食等の影響を受けやすい。 そのため、完全に保護された効果でも、変色や腐食が始まったものや、メッキされた、表面下で気泡が入ったりするものがあるなどしているため、収集家は、こうした損傷を嘆いている。数ある、リンカーンセントの珍しいエラーコインが、これまで鋳造されている。 中央部分が欠落したものなど、無作為のエラーはわずかに効果の価値が上昇するため、ニッチなコレクターが探し求めている。しかし、エラーの中には、体系的で同じ年で完全に同じエラーとなった、多数の効果が鋳造されている場合もあり、そうした、エラーコインは極度に価値あるものとなるために、主流のコレクターによって収集が行われている。1922年。 フィラデルフィア造幣局からは一枚のリンカーンセントも鋳造されることはなかった。しかし、デンバー造幣局では局内にあった少量の硬貨の金型を使用し、デンバーで作られたことを示す硬貨上の D の文字を不鮮明にして、フィラデルフィアで鋳造されたかのような外見を装って発行されたリンカーンセントもある。この種の硬貨は1922年、プレーン。 セントとして知られており、収集家も一セント効果を見る際に除去された造幣局の D の文字がないか最新の注意を払っている。効果に鉱鉄や暗を主に使用していた1943年には、それとは反対に青銅で鋳造されたリンカーンセントが数枚存在する。現在まで20枚から12枚ほどの青銅効果の存在が確認されている。 同様に、1944年にも、鋼鉄や鉛を使用した数枚の硬貨が、鋳造されている。1955年、硬貨の内型のエラーで二重に鋳造されてしまったことにより、硬貨に描かれる年や文字がずれて二重に見える硬貨が、発行された。これは1955年21セント硬貨として、知られている。また、 やや異なった技巧により同様のエラーを持って発行された1972年二重金型一線と効果も存在する。こうした二重にずれて見えるリンカーン線とは毎年確認されているが、これら1955年と1972年のものと比較すると他の年の金型ずれによるエラーコインはややマイナーで印象も弱いものとなっている。 1990年、サンフランシスコ造幣局で鋳造された、およそ3000枚に上る、試し打ちのリンカーンセントには、同地で鋳造されたことを示す S の文字が欠落しており、フィラデルフィア造幣局で鋳造されたかのようなデザインになった。しかし、同年フィラデルフィア造幣局では、試し打ちの効果を鋳造していなかったため、それら効果は、容易に、エラーと、 区別できる上、かなり高価なものとなった。他にも、1998年から2000年にかけて、鋳造された、リンカーンセントの中に、裏面に描かれている、アメリカの文字の最初の2文字、AM が、通常より大きくなっているものがあり、これらは、ワイド AM 効果として知られ、高値がついている。以下は、翻訳元の英語版からの出展項目である。 ありがとうございます。